はい、どうも皆さん、こんばんは。ネットゲー通信です。ペンキ概念プレイしていきましょう。今いつもの村を救ったというとこですね。神戸まで、秋でもいいか、秋に行ってもう一回船に乗って、この出雲の村の近くに、なんか装備品取れるところがあるらしいので、そこ行きたいと思います。これ見たことないやつ、あるか、砂漠に出てたやつだね。もう砂漠はないんで、だけどモンスターはそのままなんですね。据え置きなんですね。入らなくてもよかったか。ここだ。あ、これだ。お、見たことない敵ですね。ピザドーマ。うわ、火力あるわ。HP はね。
太陽の館、宝館。誰のそっかね、気弱？あ、少し強くなりましたね。竜神の兜、これ誰かな、弁慶。うわめっちゃ上がるね。まあ、鉄の兜だもんね、装備してたのがね。よし、オッケー。そうしましたら、帰れないんだ。船で帰るしかないのかよ、これ。ワープないわ。陸前に向かいたいので、陸前ですね。まず装備品売りと、そっか、装備品売りはちゃんと装備屋でないと売れないっていう、結構あれですね。違うな。あ、闇市で、いやでもここの闇市で土の木の霊薬って売ってないんだっけか。見てくるか。光の腕を売っていいのかな。売れないんだって。装備しといた方がいいのかね。弱くなるんだよね。だ、結構減るよねこれだとね。さやかできる。弱くなるもんね。ダメージ、何かのダメージ軽減とか多分ないと思うんだよね。まあしゃねえわね。あれ、ヤビーチの人いねえし。あ、もうないんだ装備に。書き付け。
け。いやー、しくったなぁ。霊薬、買えねえじゃん。もうやめちゃ入れないでしょ。ですね、じゃあ早速行ってみましょうか。行き方がね、確かね、こっからこいつ入るでしょ。あ、いいかいい。他の鏡盗まれちゃダメじゃない。なんだ、でもないんでしょじゃない。それはまだ使うかもしれん。あ、ここに入ってたんだね、きっとね。そんな強くないと。水の霊薬はね、大したことなかったと思うんだよな。まあ使っちゃおう。盗賊って弱いよこれ。くれないね。
結構なんかいますね。これで OK じゃないかな。この死体はスキサブロー、しかも死んでからだいぶ経っている。これは罠よ、みんな気をつけて。俺たちは風神雷神、ここ俺たちの墓場となる。まあ強そうだし最初はね、あの殴りで、早い早い早い、お前早いよ。31、あ、範囲だこれ。嫌だね。雷神物理ね。でも魔法持ってくるでしょ、どうせ。雷は痛えな。着替えてんだね。あぶね、怖え。豪商単だね、これね。違う。おう。あ、よかった、気着で。回復ターンっすね。あ、よかった、二人物理来ると楽っすね。さやかを回復してちょっとまずいね、これね。ここかね。さっき強かった。おお、一匹倒した。これ少し楽なんじゃないですかね。
はいいって。オッケー。またあの物理がズバ抜けて高くなくて助かりましたね。調査。オッケー。三種の神器道行ったんじゃないこれ。北の鏡、村雲の剣。で、マガダマですもんね。ここから帰れないのね。あれ、これって。違うな。これってどこに行くんだろう。鎌倉行くのかな。あ、陸前行ったね。よっしゃ。はい、というわけでして、弁慶外伝プレイしました。風神雷神倒して一応三種の神器が全て揃ったというところですね。あとエゾ地をね残してるんですよ。多分次行くのはエゾ地の北のところから東北地方のところから入ってって探検ですね。それが残ってますね。はい、じゃあ本日の動画はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。